酒川村立酒川中学校は山形県最上郡酒川村にある公立中学校である。感謝、博愛、創造1947年、酒川村、豊里村、豊田村各村は小学校に併設する形で中学校を設けた。このうち酒川村では1950年に独立校舎が新築された。豊里村と 豊田村でも1950年に組合を設立し、両村共同の中学校建設に取り掛かったが、資材調達難、陶器の降雪、突風による建築物の崩壊などに見舞われ、独立校舎が完成したのは1951年12月のことであった。豊里村と豊田村共同の中学校は大豊中学校と名付けられた。1五十四年十二月に、 豊里村と豊田村が酒川村と合併し、大宝中学校は酒川村立となった。1960年8月、大宝中学校の校舎が火災で消失し、12月に復旧された。1961年4月には今度は酒川中学校の校舎が全焼した。校舎は1962年3月に村内の別の場所に建て直された。 昇進の生徒を勇気づけるため、酒川中学校では十字型駅伝、競争大会という名称で、地区内を十字に回る駅伝大会が企画された。大会は1961年から毎年行われていたが、2005年の第45回大会が最後となった。翌2006年3月、酒川中学校と大宝中学校で平行式が行われた。 新年度となった4月からは、酒川中学校と大宝中学校が統合、大宝中学校の校舎を用いて、新設の酒川中学校が開校した。ありがとうございます。